アールスプリング理学療法士の近藤です。今回は当店の女性のお客様でたまに見られる足の中指と薬指の間の痛み、モート病についてお伝えします。皆さんは足指の間にしびれや痛みを感じて歩きにくくなることはありませんか？これは足指を走っている神経が足の5本の中足骨を連結している靭帯や中足骨の間に挟まって炎症を起こし、痛みが発症しやすいというふうに言われています。足裏前方に負荷のかかるハイヒールや幅の狭い靴の常用、またダレーやバンスなどのスポーツで常につま先に負担のかかる姿勢が続くことによって起こりやすいです。神経の圧迫が繰り返されると神経腫ができて、さらに圧迫が強まるので、手術を避けるために早期治療が大切になります。治療は痛みを緩和する保存療法が基本で、大半は数ヶ月で症状が軽快します。足裏前方に負荷のかかるハイヒールや幅の狭い靴を避けるのはもちろん、強い痛みには炎症を抑えるステロイド注射や消炎鎮痛の塗り薬、貼り薬、内服薬などを服用します。神経腫があるときは中足骨への衝撃を和らげるために、臭骨束パッドやインソールなどの装具を用いて歩行時の痛みを和らげます。次にモートン病を根本から正す運動療法についてお伝えします。モートン病は基本的には足裏の筋力の衰えによって、足指が地面を蹴る力が低下することによって起こります。そこで足指や足裏の筋肉を鍛える運動を行うことによって症状が改善されます。ただし強い痛みがある場合は逆効果になりますので控えてください。モートン病の運動療法は1分間タオル握りです。まず足裏全体が床につくように椅子に座って、広げたタオルを縦に置いて手前の足に右足を置きます。このような感じですね。で、次にかかとをつけたまま足指を曲げ伸ばしして、タオルを自分の方へ手繰り寄せます。これを反対の足、左足でも同様に行います。これを3回繰り返して左右1分間ずつ行います。また先ほどの運動療法と並行して足裏をグーもしくは親指で、このような感じでかかとから土踏まずを経て指の方に向かってほぐしていくのも効果的です。力が強すぎると痛みを起こさせますので、程よい力で左右1分間ずつ交互に行ってください。いかがでしたか？足裏と足指を鍛えるトレーニングとマッサージ、ぜひ気になる方はご自宅でやってみてください。また当店では足裏のトラブルを予防する足整体を期間限定で行っております。気になる方はぜひ一度お試しください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。